活弁シネマクラブ MC を務めます映画活動家で放送作家の松崎誠と申します。田辺弁慶映画祭セレクション2023特集ということでですね、4監督の作品を3週間にわたって上映するんですけれども、まあ各チームちょっと出ていただいてですね、今日はこれ配信の順でいうと2番目ですかね、なりますですね、4人姉妹チームに来ていただいております。では4人姉妹チームそれぞれ自己紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、4人姉妹の監督をしました菊池じゃなくて、あれ最初からそこ後で突っ込むから、はい、大森有沙です。はい、ちょっと今ドロドロでした。大森有沙さんです、はい、やってしまいました。はい、はい、大森有沙です。今日はよろしくお願いします。はいはい、いいじゃん、掴みとしては十分です。はい、ではあの主演のお一人、はい、はい、4人姉妹の一人、次女の純役を務めさせていただきました小野ゆり子です。はい、お願いします。あのもうこれ後で突っ込むと思うけど今最初に突っ込んだの。去年さ田辺で11月に、はい、まあ、入選して入賞した時は、はい、菊池誠って名前でしたよ ね、 そうなんかで大森有沙って似ても似つかない名前になってますけど、そうそう、ね、っびっくりしちゃいました今 ね、 出ちゃったんですけど、で、はい、やっぱり長年、まあ、菊池誠ってのは芸名だったんですよね。そうなんです、もう、ね、完全に芸名でして、ね、ちょっとあの本格的にそのクリエイティブとあと俳優もあのやりたいっていうのでちょっと本名の方あの、はい、ちょっと心機一転解明することになりました。なるほど、まああれですね、で菊池誠って何年だやってたの。菊池誠だから9年、10年ぐらいやってた、ね、10年ぐらいで、じゃあもう身についちゃってから今菊池誠って出ちゃう。自己紹介となったら、はい、そうだ、そうだよね、だってそれで4人姉妹もいろんな映画祭に出してるけどずっと菊池誠で回ってたもんね。あ、そうですね、やっぱちょっと本当は脚本の段階では本名で、うん、書いてたんですけど、自分も出演してるので、はいはいはい、姉妹に関して名前がなんかあのビートたけしさんみたいに、あ、北野たけしとビートたけしみたいにしようと思ったんですけど、うん、なんかそこをや私がやるとなんかちょっとわけわかんなくなっちゃうなっていうのがあって、うん、あの統一して菊池誠で作品出してました。菊池誠の時は俺と同じ名前同じだったんです。そうそうそう、初めて会った時にそうそうそう、あの誠さんなんです、誠ですって言われて、でなんかノリで同じですね、そうなのって全然あの田辺と関係ない場でしたね。そうそうそう、なんか、うん、はい、なんか映画祭の埼玉なんとか映画祭でしたね。で あれはあのあれですよね、あの自分が出てる映画でしたね。あれは監督作品じゃなくて、はい、ちょっとあの他の監督の映画に、そうですね、漫画ガールズっていう女子高生の役やってましたね。あれね、はい、きついですね、うん、はい、やってました。でそれでそういう時あって、まさかこんな長い付き合いだと思いませんでした。思わなかったですね。あの時はもう本当その場で喋って終わると思ってた。したらなんかその数日後にちょっとあんまりちゃんと言えないけども、あの数日後にえなんでこんなとこで会うのであって会っちゃったんですよね。ね、そう、あのちょっととある映画館でちょっとイベント絡みで偶然会っちゃって、そうそう、見に行ってて、そうそうそう、あれなんでここにいるのみたいな。そう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 、だからすごいね、縁がありますよね。縁があれでした。あれだって数日後でしたよね、あれね。あれ本当2日後とかで。うん、びっくりしちゃいました。あ、すみません、小野さん置いてっちゃって、ね、全然です、いや、聞かせてください。ダブルマコトの話でした。ダブルマコトさん、いや、で、まあ、その後ね、あのほら、ルデコだっけ、あのどっかルデコで、はい、あの上映があるって、はいはいはい、あの声かけてくれたんですよ、見に来てください、見に来てくれました。で行って、あ、こんなちゃんとした映画撮ってんだと思って、たら、あの結構で調べたら、まあ、この映画祭にも入っててここも入ってんだみたいな、うん、その前の年くらいからね、映画祭サーキットじゃないけど、そうですね、回ってたんですね、はい、で僕の知り合いが噛んでる映画祭とかも入ってて。そうだったんですか。一応春日大地君とか知ってますからね。春日大地君、はい、行きました。そうで、まあ、いろんなとこ行ったんですよね。はい、で行きましたね。で田辺最後ぐらいですか。田辺が最後です、ね、で田辺でもあの田辺がどうとかっていう場合に関係なしに飲んだりしてましたね、そういえばね。そうですね、別にそれであの情実があったとかないですよ、言っとるけど全然関係ない場だもんね、あれ。そう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 、うん、あ、飲みに行きましたね。そうそうそう、だから、あ、なんでこういうこと言ってて癒着してるみたいに言いました。それは違いますからね。本当にね、癒着、ダメなこととか言ってね、本当に癒着してる、ちょっと怪しいですね。
や、でも本当にちょっとさっき小野さんと喋ってたんですけど、はいはい、本当にこの映画がそういう風になると思ってなくて、まあ、映画作った時にね、作った時にで、うん、映画祭にとにかく行けたらいいねっていうので、うん、言ってて、うん、で作品が完成してから半年間ぐらい実は映画祭に一個も決まらなかったんですよ。あ、出してはいたんだけど、出してはいたんですけど撮んなかったんだ、大きい映画祭、某映画祭と映画祭目指してた映画祭とかそういうやつでしょそうそうそう、いいんだよ別にやってもとか北海道映画祭とか出しても全然ダメで、もう私本当にみんながこんなに一生懸命やってくれたのに、なんか出す場がないと、そう、もう本当に落ち込みましたね、うん、最初の。でその後いろいろ決まりだした。そっからなんか知らないけど決まり始めて、でそれをそう今日なんか小野さんが4人姉妹のキャストのグループラインがあるんだけど、うん、はいはい、そこをなんか最初の方までさか最初の方にバーッてさかのぼってやりとりを見てたみたいな、できたよから、うん、やっとできましたから、ちょっと今から映画祭に引っかかるといいんですけどっていうところから、ね、ちょっと今進みましたやったねみたいなのから、いつの間にテアトルで、うん、ああそういう感じです。え、じゃあそれグループラインが開設したのどれぐらい前？もうそれは撮った1年後だった。1年後に開設してた。多分開設したの。ご飯食べた時。ああ、ご飯食べた、うん、みんなで。ご飯食べた。あ、4人でね。はい、4人です。4人で。確か1年後。完成が1年後。撮ったのっていつだったの？21年ですね。の9月。あ、じゃあ2年前。2年前か。で、じゃあ22年の去年ぐらいに、あれか。あ、でもちょっとあれですね。そうだね。20年じゃない。あ、そうだ、20年だ。うんうん、で、完成したのが21年の。で、そこから映画祭に。映画祭に行って。でまあ、この4人姉妹、4人姉妹って単語だけがこう今宙に浮いてるんで、一体これはどういう映画なのかってことを監督からじゃあ紹介していただいて、はい、でそれでもしあこの人足りないなって思ったことは言い尽くしてないなとか、あ、私の立場から見てこれ違うとか、いや、またそういうツッコミでね、これすごい難しいんですよね、説明する。まあまあ一応公的なものがあるでしょ、そうは言って、はいはい、読むとね、あれだから、はい、だから、4人姉妹が、うん、母親の死をきっかけに8年ぶりに、実家に集まるところから、この、うん、まあ、全員集合するわけですね、4人姉妹全員集合ですね、うん、もう8年ぶりに全員集合、顔が4人がもうあったのは8年ぶりってことですね、4人全員揃ったのが、はい、揃ったのが4人、うんうん、はい、8年ぶりで、はい、その実家をまずどうするのか、そしてあと母親の遺品とか、その、4人の、幼少期の時の、まあ、思い出の品とかを整理する中で、それぞれその姉妹が思った、家族への思いとか、兄弟姉妹への思いとかが、ちょっとずつこう、出てきて、でそのまあその家族の根底にあるなんかちょっとした問題が少しずつ浮き彫りになって、で最後はちょっとお楽しみにっていう感じの話です。はいはい、32分ぐらいでしたっけ？32分です。コンパクトですよね、はい、でこれちょっとポスターにあるけど、まあ、この4人ですよね。はい、そうです。ね、で、長女が三枝さんですね。はい、三枝夏樹さんですね。三枝夏樹さんですね。長女いて、で次女が小野さんですね、はい、小野百合子さんですね。で三女が小野ありささん、はい、で、はい、で四女が鈴木つくしさんということで、そういう四人姉妹で、まあとにかくちょっとこういうちょっとこう見栄えがすごい建物が実家って設定で、うん、でここで四人が8年ぶりに集まって、はい、でまあお父さんも随分長く亡くなってて、でお母さんが最近亡くなって、はい、ってことですよね。うん、でまあこれでも4人姉妹って設定は、はい、そもそもこれどこから出てきたんですか？そうですね、4人姉妹の設定は私が3人姉妹なので。あ、3人姉妹のね、はい、で、うん、でちょっとこれ言うと、まあ、ネタバレにならないと思うんですけど、うん、まあそのお父さんがずっと男の子を恋しがってて、うん、で実際に自分の母親が4人目を授かったんですけれども、うん、ちょっとうまく行かなかった、はい、行かなくって、うん、もしその子がしかも男の子じゃなくて女の子だったらどんな話に
になるかなっていうところからちょっと始まった話です、ね、あ、じゃあ大森さん自体は本当は三女なの？三人姉妹。私三女です。三女なのね、はい、だからちょっとじゃあこれは結構バリバリ自分とか自分の周囲の話をやってる感じですかって思われるんですけど、うん、あのそのなんかね、うち姉妹めっちゃ仲いいんですよ。あ、まあ、ここはちょっとあの悪いわけじゃないけどちょっと微妙ですよね。そうそうそう、もう年に何回も会うし、うん、そうだからそうそう結構着想だと思ってて、うん、その本当にあった話も、まあ、あるけど、まあ、そこから結構膨らませているっていう感じです。あ、まあ、エピソードの中に本当の話がある、まあ、あったりとかもします。ペットの話とかあんま言わないけどね、うん、これどこまでね、このくらいにしときましょう、それはね、ペットの話とかね、まあ、昔飼ってたペットの思い出の話とか、まあわかんないね、お母さんの遺品のな、まあわかんないけども、うんうん、本当の話とフィクションとちょっと織り交ぜて、はい、織り交ぜてます。でこれ監督第一作ですよね。これ第一作ですね。でだ女優をもうプロの女優になって、はい、9年とか10年、はい、もう経ちましたね。昔から撮ろうと思ってたんですか？それが思ってたんですよ。思ってたんだ、はい、そう一番最初に自分が出演した自主映画が、うん、19か18に 、はい、学生の時に出たんですけど、なんかすごいそのクリエイティブを一緒にこうやらせてくれる現場だったので。監督がそういう人だったの？監督とあと主演の俳優さん、はいはいはい、もうほとんどそういう監督みたいな立場だったんですけど、それでなんか自分もこう、あ、アイディア出していいんだとか、なんか実際に自分のアイディアが、作品に投影されたりとかして、あ、なんかこっちすごい楽しいなってなんか思ってたんですね。でいつか自分の作品作りたいと思ってて、うん、で大学とかでもなんか、うん、あのゼミで友達と映画撮ったりとかして遊んでて、はい、でまあ、ようやく実現したっていう感じです。じゃあずっともう監督いつかやるぞと。でももうちょっと先だと思ってましたね。なるほど。なんか もうちょっとなんか自分にちょっと自信できたらやろうかなって。でもなんでこう具体化したの？やっぱコロナですね。コロナがあって、あ、コロナがきっかけで。あ、そっか。もうちょっとじゃあ私はクリエイターというかアーティストとしてどうするかと。どうするか。だ今だなって思ったんですよね。今だなって思ったんですよ。今だなと思いました。なるほど、うん、で、その時に、まあじゃあこの話を思いついたというか、はい、まあ、自分に身近なところも含めて、うん、こういう話にしようと、うん、ことになったのね。まあ、自分が詳しいことじゃないと、なんかその時は書けなかったんですよね。あ、なるほど。だから本当はなんかもうちょっと、うん、なんかとんでもない話とんでもない、とんでもない話。なんか詐欺集団。あ、そう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 。詐欺集団。昨日も話す。だから姉妹がみんなでこう、ああ実はこの家に住みながら、ああ詐欺をしてるっていう。キャッツアイみたいな。違う。泥棒だけどな。ちょっとキャッツアイのなんかちょっとリアル版みたいな。リアル版で。あ、そういうことを考えてる。考えてました。このロケーションを使って何かをするってなった時に、うん、これその方が合ってるかもしれない。このロケーション。ちょっと、うん、ね、第2部みたいな感じでね、うん、そうか、なるほど、すごいですね。でも宮田さんも本当に私の中で、うん、なんか女王の教室に出てくる天海祐希さんみたいな、うん、そういうイメージがすごいあって、あ、はいはい、すごい、だから本当にそういう役をやってほしかったですね。もっとなんか怖い、なんか長女、宮田さんって僕だから何年か前に知り合いになったんですけど、あの、なんだったっけ、天然生活の時怖い役やってたじゃないですか。そう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 、うん、めちゃめちゃ怖いんですよね。ナチュラリストのすごい、もうとんがっちゃったナチュラリストで怖いんだよね。怖い、そうですね、うん、そう、津田寛治さんを CD 敷いてる奥さんだよね。そう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 、でその時にお会いしてたんで、こう、あの、これあれ、あ、出てるんだと思ってね、はい、それで、まあ、次女が小野さん、これでもキャスト的にはどうやって決めていったの？あ、もうだからみんな知り合いですね。知り合い、みんな友達とか、うん、知り合いとか。小野さんは何が決め手というのは何ですか、小野さんは？小野さんは、まあでも昔からよくテレビで見てたんで、うんうん、ファンみたいなこと言ってるね。本当かよ、本当本当。なんかあの、なんかちょっと性格が悪い役が、なんかちょっと怖い、性格が悪い役が多かったんですよ。あ、役がね、はい、本人がってんじゃないよ、ね。
なわけないじゃないですか、うん、いやだから実際会うと、うん、なんてね素敵な人なんだと思って、うんうん、だからなんかちょっとそういうそうじゃないなんかあの小野百合子さんを見てみたら、だからそのテレビでやってるような役じゃない小野百合子さんも、もうちょっと普段のその状態の百合、うんうん、子さんをやってほしかったっていうのがあって、うん、まあ、結構その役どころはまあ一番この中であのまあ異質な存在ではあって、なんか一番ちょっと一癖あるというか、そうですね、あの4人の中だと一癖ある系の役ですよね、うん、距離も取ってるし、うん、なのでなんかあのまあそういう役どころなんですけど、うん、なんかすごい生き生きとしてる部分も、うん、あのそれはねあと小野さんのね、性格もあると思うんですけど、なんかその融合がすごい良かったなと思って、なんかすごい深みが出たなって思って、でこの大森さんの妹になる鈴木さんは、はい、これもやっぱ知り合い、鈴木さんも知り合いだった、鈴木さんも、まあ、共演したことが1回だけあったので、うん、はい、なんかまあ、知ってる人の方が良かったって感じですか、そうですね、もう基本的にスタッフもみんな知り合いで固めましたね、もうあスタッフもね、はい、やっぱ初監督なのでやっぱあんまりね知らない人とやるとやっぱね、そんなところにカメラ置くんじゃないよって言う人がいたら嫌だよね、そうそうそう、だからできるだけみんな味方でいてくれるような人たちもよくある話ですけどね、カメラそんなとこ置くんじゃねえよって、はい、昔は本当によくあったらしいですからね、そういうのね、怖いですよね、うん、でこれでも自分が出るのは初めから決めてたんですか、そうですね、もう自分出るの前提だった、ある種、まあだからそれは当然イコールじゃないけど、まあ、自分の役じゃないけども、うん、そういうところもあるわけですね、これね、うん、そういう自分と似てる、ね、そう、私に関してはごめんなさい、わかんないけど、多分あんまり似てない、ね、似てない、あ、なんかでもあ、怖い怖いどうですか、でもぴったりだったね、ぴったりだったね、すごい楽しかった、私は楽しかった、似合ってました、これでも小野さんは、まあ、それ前から知り合いとか友達みたいな感じだったところで、うん、頼まれた時どんな感じだったんですか、けど出会って言っても1年ちょっとだってなかったね、まあ、そんな感じだった、すごく仲がいいわけではなかった、うん、そうだったよ、それもどうだったっけと思って今回そんなに仲良くなかったと思います、でも突然 LINE、うん、相談があります、あ、はい、して、そうそうそう、まさか映画を撮りたいとかも知らなかったので、うん、なんだろうと思って、はい、なのでうちに来てくださいみたいなね、うちに呼び出した、うちに呼んで行くでしょ、なんかの流れに行っちゃったんだよね、まあまあ、なんかなんでそうなったんだろう、行く行くって行ったんだよね、今度お家遊びに行くねとか、多分そういう流れもあって、そうだったんですかね、すごいひどい話です、でもそうだから悩み、外のカフェとかじゃなくお家で、ね、そうなんだろうって、もうすごい、うん、何の悩みだろうと思ったら映画撮りますびっくりしました、それは何の悩みかって考えると怖いよね、いろいろね、そう、本当に全然違う悩みを想定していったのでびっくりしました、もっとこうプライベートのこと相談されるのか、本当にそうだと思ったのですごい心配になって飛んでいくね、いつでもいいよ、いつでも行くよって多分私が言ったのかな、そしたら全然ハッピーな話で、でもう即答で、でもそのさっきもちょっと出てたけど、そのがにあ違う、21年か、うん、21年ごめん20年だ、20年でコロナなって半年くらいのところじゃん、半年経つ、 その時にまあ撮影初監督じゃないですか、うん、どうでした、うん、初監督、まあ、あの当然小野さんも他の監督とかとお仕事されてて、うん、撮影の話です、撮影の話、いやびっくりするぐらい、うん、何の迷いもなく、ほうほう、なかったので、もうなんか何も心配してない、しないです、さなんかついていこうっていう感じ、それはびっくりしました、あ、本当、なんかあそこどうしたらいいかなとか、うん、がなくない、あ、そうなんで、相談したらすぐに返してくれるし、取るものが決まってた、はい、なのですっごい頼もしかったです、びっくり、へえ、だから嬉しいですね、リハーサルとかはやったの、うん、だからそれが原因っていうか理由、このすごいびっちりリハを2日やったので、なんかもう特に
ちょっとつくしちゃん、すぐ四女はちょっと途中参加だったんで、スケジュールの確保とかだから結構ついていくの大変だったと思うんですけど、ああ先にびっちり決まっちゃってるから、もう先にそう代役入れてずっとやってたので、うん、もうどんどん長女と次女が長女と次女の役どころがどんどんもう確立していっちゃって、もうどんどんすごい2人がなんか迫力出てきちゃってもうなんかそっから多分もう私もあもうこれは私の手から離れたなって思った瞬間があって、もう2人ともその役にもなりきっていったので、リハーサル中に。でもリハーサルは結構そのあれなんですか、じゃあ例えばさ脚本のセリフあるじゃないですか、はい、変えちゃってもいい？結構変えた、言いやすいようには全然、あで流れは変わんないわけね。はあ、なんか、うん、あと、間に結構セリフを足したりとかしましたね。なんか特に最後の方は結構一人で四女が喋るシーンがあるので、うん、それに対してちょっと反応とかを足したりとか、 あとはもう好きなように、基本的に私はあんま一語一句じゃないので好きに言い換えて、うん、本人の言いやすいように、言いやすいようにしてくださいとは言ってました。じゃあ現場はもうそれがあるから悪いとか、テイク少ないんですか？テイク少なかったですね、うん、1テイク2テイク、まあテスト本番で、うん、もう回しちゃってる、回してます。今フィルムじゃないか、そういうことできるんですよね。できます ね。一応その後もう一回撮るんですけど、うん、本番、うん、結局使ってるのはほとんどテスト1テイク、1テイク、うん、アンテイク、ツーテイクだとね、イーストウッドとかスピルバーグみたいですよ。あ、そうなんだ。こういうことを言うと。いや、でもそれがね、作品によっていい時とね、悪い時がある。でもなんか、多分お二人ともいろんな現場行ってらっしゃるからっていうか、何十回も回すかって会ったことあります？ありますよね。ありますか？でも何十回も私あんまりないかもね。ない。そうか。あれだから、やってる方も分かんなくなるって言いますよね、あれって。そうですね。有名なんだ、スタンリー・キューブリックって監督とデビッド・フィンチャーとかって、ひどい時100回ぐらい回してるんですよ。でそれは何でかっていうのが実はあって、演技が分かんないんだって監督が。だから100回回してて見ればいいのかなって話らしいんですよ。にしても多いですね。見てるのかしら、本当に。そうかね、追い詰められていくんですね、役者自身が。そうそうそう。でも役者の整理からやっぱり1、2でやってほしいみたいですね、大体は。どうですか、どっち派ですか？でも、もう一回やってほしいとかもあります。1、2回でも最初、本当そう、テストがどうしても私は何も緊張せずに、なるほどやれちゃう、やれるので、ついそうテストからもしてもらってると、ありがとうございますってなります。でも本番になるとやっぱ結構スイッチ、私もそうなんです、スイッチ入れるんですよ。はい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 。それが実はあんまり私好きじゃないんだなって思いましたね。発見でしたね。でも不思議なのが、一応、回してるよって聞いてるのに、なんで本番と違うんだろうと思います。ね、テストで一応回してる。テストって言われるとテストになる。テストになるんですけど、本番をテストって言ったらいいんですかね。ね、そう、そう言ってくれたら。いやだからなんかいろいろあるみたいですよね。もうワンテイクで決めようと思って、監督が めちゃくちゃ力入っていい演技してんだけど、俳優が、監督でもこれよく横かろうが悪かろうがツーテイクで決めてたんです、言わないで、で、そうすると入っちゃってから抜けちゃうんですよ、2テイク目が、それの方が良かったっていうね。そういうこともあるらしいから、監督が何を考えてるかですよね。そうですね。だからそうすると、まあ基本としてはリハーサルでがっちりやっといて、現場は少なめみたいなことなんですね、大森監督の演出パターンとしては。そうですね、まあどうしても他の現場だとそういうことできなかったんですけど、できないこと多いんですけど、4人姉妹に関してはそういう時間の取り方と、あとそしてリハーサル、まあ、自分が出るっていうのもあったので、どうしてもリハーサルがないと自分が、監督あまりなんか本番中にあんまり見れないっていうのもあったので、ちょっと紙決めておきたかったってやり方。あ、なるほどね。まあ自分が出てるからそんなにカメラの横にいるわけにもいかないし、ね、みたいな感じなんですよ。まあ演技もね、俯瞰して見てるわけにいかないもんね。そうですね。そう、それが理由ですね。まあでもね、1本目で大正解じゃないですか。
そうですね。そうね。本当ですか。うん、いやだってまあ初めの半年とかは入んなかったと言っても、うん、まあそれあの相性がありますから。ね。映画祭によってあの全然本当タイプ違います、ね。そうですね。うん、やっぱねいろんなジャンなんかねこういうジャンルが好きとかねありますからね映画祭も。そうそうそううん、あんまりあの以前と違ってあんまり田辺も PF とほとんど被んなくなってきましたし、そうですよね、昔は結構被ってた時ってたあの全部じゃないけどちょこちょこあったんだけど、ほぼ被んなくなりましたね、うん、スキップとかは結構被ることあるんだけど、はい、うん、そうです、スキップはね出せなかったですね、誰がったの、それは結構、うん、プレミアム、あ、はいはい、ですよね、そうそう、だからそういうのもねちゃんと考えない考えて出さないとダメですね、はい、順番はね、順番は考えてた、うん、あその前に他の映画祭出しちゃってたんで、ね、でもう かかんの決まってたとか、うん、なるほど、じゃ時間差なんですよあれ本当、そうなんですよね、やってしまいました、いやいや行きたかったんですけど、いやだ結構ねあのまあでもコロナきっかけだったっていうのもまあ興味深いですよね、うん、結局あのまあある意味皆さん宙に浮いたような状態ですもんね、うん、監督さんも俳優さんもその時期って、うんうんでまあ室内劇だからちゃんと衛生的にしっかりした感染の危険を下げられるみたいなとこもあったんですよね、いやでも本当気使いましたね、本当に怖かった、出たら困っちゃうもんね、うん、なんか窓全開に結構してて、うん、なんか隣の家、うん、この建物の隣になんか木があってなんかそこになんか大量になんか蜂みたいなのが蜂なんかあのいてでなんかちょっとねあの劇中でタバコを吸うシーンがあって、うんはいはいはい、タバコを吸う練習してたら、うん、そのでかい虫に止まられちゃって、うん、私大騒ぎしてたよ、覚えてないですけど、覚えてないの、覚えてないの、嘘、覚えてなかった、私じゃなかったかな、誰かがなってキャーってなってて、うん、でもみんな女性だから、うん、みんなとか言いながらなんかなんとかこう追い払う、虫ダメなんですか、ダメですね、でもなんか意外とそういう窮地に立つとなんかいけるかもって言ってた気がする、私、うん、私いけるかもって何が言ってるの、何が言ってるのか、虫大丈夫、あ虫が意外と大丈夫だったという話、さすが姉さん、そこはすごい頼りになるなと思って、あそれであでもあのじゃあ撮影はもう今ちょっといろいろ聞いてそういう監督が堂々としてたってお話が今出ましたけど、まあ実際じゃあその撮影終わって半年くらい経って完成したの、そうですね、9月に撮って、うん、3月にはもう完成してたので、21年の3月くらいですね、21年の3月だから半年ですね、でまあじゃあ その時に他に出てる方で見てもらった感じ、その時に、3月にカンパケして、試写話でも、うん5月とかだった気がします、それでまあ その時にじゃあ小野さんも見て、うん、いかがですか、覚えてますその時、覚えてます、いやこんなに監督のアリサちゃんの色が出てびっくりしました、うん はい、あんな鮮やかな編集になってるって知らなかったから、なんか、それがすごく印象的です、最初見た時は、うん、だって組み立てられるまでどうなのか分かんないとか、ね、分かんなくて、うん、こんな風に、いやすごいなって思いました、うん、本当に、でもだから最初からきっともうそれもさ、うん、自分の中で思いながら書いてたんだよね、うんうん、そうだよ ね、うん、だからもうかなり、うん、絵の組み方がもう頭の中でできてきてたんだなって、そう、ね、納得です、まあじゃあ迷いなくという感じ、はい、いやでもまあ迷ってたと思いますけどね、なんか多分そう見えなかっただけで、それこそ撮影終わって、ロケ地で夜ずっとカメラマンと助監督と、うん、みんなで話して次の明日の撮影の話、はいはい、ずっとして、もうなんかそれがすごい楽しかったです、皆さんはどう思ってるか分かんないですけど、ああだこうだやって実際にカメラ置いてこういう風に撮ったらどうだとかって言って、はい、そうで、え何日撮影だったの、撮影はでも演技の部分が4日間で、物撮りが1日だったんで5日間です、ね、いや演技4日ってのはまあ別に長い期間でもないよね、ないですね、でも本当に
1日でできる出来事なので、うん、その日が落ちると撮影できなかった。あ、それは良かったです。そうか、暗いシーンないですもんね、そういう意味では。なんで、うん、なんで、そうか、それでだから夜お姉ちゃんが帰れなくなっちゃうからね。いや、劇中の見ないと分かんない話。帰れなくなっちゃう、帰んなきゃいけないので、うん、そうか、そうか、そうか。まあでもそれで4日間で撮って、え、尺で32分っていうのは想定通りなの？全然そうね。そうですね、なんかあんまりそういうこと考えてなくて、うん、後から、うん、結局30分超えてよかったって思うんですけど、うん、ね、じゃないと田辺弁慶が出せないので、田辺は30分以上ですからね。で、うん、でもその分出せなかったあの映画祭も、あ、だから30分、短編だと30分以内とか25分以内とか、ね、これでも両バージョン作ればよかったんですよ。両バージョン作ればよかったんで。それよく言われるんですけど、うん、ね、いいんですかね、そんなこと。いや、例ありますから。へー、強いよね。野中小泉、野本小泉最初のやつそうで、25分バージョンと30分バージョンありますから。でも全然できると思います。うん、もう今からやっちゃダメよ。いや、いや、なんですけど、はい、早めに相談してくれればそう言ってあるって教えてあげたんだけど。いや、言われたじゃない、エンドロール長くすればいいとか。そう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 。そうそうそう。やり方がね。いや、あの、野本さんがグランプリ取る、グランプリ取ったら長編だから関係ないけど、その前に初めて田辺入選した時のやつは、あれは確か、私の25分しかないんですって言ったら、松崎たけるがそれ30分にすればいいって言った。だんだん。そう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 。そうなんです。だから、いや、まあ、まあそんなことはどうでもいいんですけど、32分って結構珍しい尺だなと思って、そういう意味では、うん、そう。でもあの、うん、田中さくら監督の作品も同じぐらいなんですよね。そうだよね、うん、なんか私結構好きで、田中さくらさん、あ、はいはいはい、あの、あ、夢見るペトロ、なんか意外とこのね、ちょっと今時あんまり若い人って長く見れないじゃないですか。はいはいはい、なんかちょうどいいなと思ってますね。意外と短編がね、だからインディーズ映画が撮る人増えたんで、うん、結構これぐらい尺の方も前と比べて増えてるんですよね。うん、若い人長いの見れないじゃないですか。そうなる、それいろいろ問題が問題があるよね。それ、あ、倍速で見ちゃったりするから。倍速で見るらしいですね。倍速で見ると辛いですよね。辛いですよね。そうか、じゃあまあそのいわゆる、あ、ちゃんとこうイメージ通りの作品を本人が撮ったんだなってことを小野さんは思って、でもまあその後はもう監督にお任せだったでしょ、展開で。その映画祭出すとか。そうです、そうです、もう完全にお任せしていて、逐一、うん、報告を素材に、ごめんなさい。あ、そうなん、じゃあ落ちたってのもこう含めて。落ちたはやってない。言ったら多分ね、すごい数になると思うので、う、ね、あの、大きい、これに目指してたっていう映画祭は、うん、あのダメでした。まあ、多分 PFF とかですよね。PFF ですね。大きい手はそうだよね。うん、海外のもあったね。あ、そう、海外もね、結構海外に行きたかったんですけど、なかなか決まらない。海外は結構しかるべしルート通さないと、なかなか見てもらえないんですよ。あの、出すのは出せるけど。ね、お金。そうで、あと今はほらネットデートにできるでしょ、うん、でもあれちゃんと見極めないと、いや見てて仮に入ってもしょうもないからやまるようになるんで、 ね、うん、あれは海外は次もし撮るときはちゃんとそういうこと詳しい人と相談した方が絶対いいです、うん、なるほど、うん、そうなんだね。あのね、仮にね入選しても意味のないからやまるようになりますから、はい、それは思いましたね、うん、そうなん。それでだからちょっと狙うならちゃんと、まあ、名のあるところとか、うん、あのそんなに有名じゃなくてもいい映画祭もある、はい、それは本当詳しい人は詳しいので、うん、そういう人とやった方がいいけど、まあとりあえずこれはね、国内でなんだかんだ言ってかかる機会も結構あったのと、うん、よかったです。で、まあでも手が取る新宿まで行き着く作品ないですからね。本当ですね。いや本当に、ね、よかった、本当によかったよ。俳優賞でね、本当に。だから俳優賞っていうのが嬉しかったです。俳優賞ね。だから、あ、その、まあ、あの時受賞理由言ってたけど、大森さん個人に送られたというよりは、4人の、びっくりしちゃった。うん、あの、まあ、4人に送られたようなものであったので。なんか、受賞式の時に、あの、もう、残りもう賞がなんか2個とかしか残ってなくて。ああ、そうですね。あ、もう本当にダメだと思って。ね、立ってたんですけど、壇上に。そしたらその本当に
期待もしてなかったんで、もうダメだと思ったんで。なるほど。でその俳優賞で私の名前言われた時になんか意味が分かんなすぎてなんかもうそのなんか一言スピーチよって言われて、はいはい、なんかのもうなんかびっくりしちゃったから、なんかまあ俳優賞行くとしても私ではないと思ってたし、はい、なんかその一言って言った時になんか何言っていいか分からない、すごいポカンってしちゃって、はいはい、人生こんなポカンってしちゃうんだと思って、なんか結局なんかよく分かんないことを言って、なんか何言ったっけ、なんかその俳優を10年間続けてきたことになんかちょっと救われた瞬間ですみたいな、うん、言った後にあのプレゼンテーターの大友監督から、うん、この賞はアンサンブル皆さんに贈る賞ですかって言われて、はいはい、すごいなんか恥ずかしくない、恥ずかしくないよ、ね、なんか恥ずかしい、そうだやっぱそうだよなと思って、うん、でもすごい嬉しくて、もうその日にもうそうですね、小野百合子さんに電話して、うん、テレビ電話して、ああその日にしたの、その日にした、はい、そのテアトルでかかるよ、それはあれなんですよね、賞取ることがイコールテアトルってことはまあ意識をされてたわけですよね、いやというかその、そうですね、その前の段階で、そうですね、でもその瞬間飛んじゃってるの俳優賞って言ったら、なんかなんでっていうふうに思っちゃいましたね。なんか、うん、単純に賞をもらえたのは嬉しかったですけど、なんかちょっと直結してない感じですね。直結してなかったですね。だからすっごいよくわかんないふうになっちゃって。何年か前に俳優賞がその大賞あの程度で書く大賞と別だと思ってた監督がいて、はい、中川夏樹ってやつなんですけど、はい、彼女が一人って映画の時に。あれ俳優賞を福永がりちゃん主役で撮ってくれたら嬉しいけど、はい、あでもテアトルはいけないのかってどう思ってたらしくて、そしたら横にいた人に、うん、おめでとうってなんでそのおめでとうって言わなかったらテアトルで書かれちゃうって言われて、うん、やっと分かったって感じがいたんですよ、うん、あそうなんだ、でも本当にでもだからさっき堀内監督なんかは、うん、映画ドットコム賞で最初に呼ばれた時には、うん、だからやっぱりその監督として待ってるのと俳優って言われるのとちょっと感じ、うん、違うんですよね、全然違う、そう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 、かそうだそれだそれです、なんかそう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 、だからでおまけにあのほらその時に俳優賞取れると思ってないから、うん、余計になんかよく分かんなくなっちゃう、よく分かんなっちゃって、うん、でもじゃあ、まあ実際にそれであっこれでテアトル行くってじゃあはっきり思ったのは、はい、分かりましたね、でやっぱそれはすごく嬉しいわ、めちゃめちゃ嬉しかったです、もう関係者全員にその日のうちに連絡しました、ね、うん、するよね、それはするよね、でもね、あの私もう一泊したので、はいはい、なんか知ってます、すごい盛り上がっちゃってそうなんか一人でねしんみりなんかあの田辺の海でもね、うん、なんかゆっくり歩こうかなとか思ってたら、うん、ちょっとそういうわけにもいかずに、うん、ちょっとね、スタッフと盛り上がっちゃったんですけど、映画祭のね、映画祭のスタッフ私もいたから知ってます、癒着してる見てやっぱりか、仲良しみたいな、仲良しなら仲良しだけど癒着してるみたいだそうやって言えば言う癒着してるみたいいやいや全然そんなことない、それはあの厳正な審査で俳優賞は別に僕が選んでるわけじゃないですから、はいはい、それは大友さんとかですから選んだ、あの大友さんとか磯村君が選んだんです、はい、去年の場合は、うん、そうなんです、ね、そうそうそう、いやでも大友さんの磯村君もすっごい熱かったですね、うん、熱かったですね、すごい熱い審査員、うん、あんな熱い審査員見たことない でもやっぱり田辺来てくださる審査員の方はねみんないい感じですよ、あのいや中野亮太もそうだったし、あの、はあ、今呼びつけしちゃったの友達だから言ってるんですけど、あの入江優監督とかね、深田浩二さんとか、はあ、まあ、いろんなお歴歴が昔あのそれこそ昔話すると初期ずっと大森和樹さんだったんですよ、ああ2回から、ね、大森さんはあの世代特有の熱さだから、あのだからあれです、その時ひあの今助監とか監督もやってます平波君とか袖由紀子とか、うん、あの辺があのショートた時なんですけど、うん、あの本人その時って夜ずっと飲んでると、うん、あの袖ちゃんも平波君も大森さんに罵倒されたことしか覚えてないっていう、ああちょっとねちょっといいんだか悪いんだか、まあでも時代的なやっぱり熱かったってことで、熱かったってこと、大森さんは熱かったです、ちょっとねあの世代が10ぐらい違うとね、ああいう感じにならないんですよ、うん、あの大森さんちょっと残念ながら去年お亡くなりになっちゃうんですけど、うん、70ちょいぐらいの監督さんはそういう人世代的にいらっしゃるんですけど、今時優しいですよね、そうですね、今
今時やるやっぱりちょっとハラスメントになりかねないじゃないですか、下手すると。でも小栗さんも現場でそんなあの怒鳴るような人ではなかったらしいですけどね。うん、だからそのそういう酒の場でぶっちゃけると、うん、あのお前の映画はなって始まるわけ。でも私本当に内容だと思います、その何を言われる、うん、まあまあそうですね、じゃないですか、うんうん、やっぱすごいあのためになることもすごいたくさん言われたので、はい、いいこともアドバイスもなの で、あんまりなんかこうんみたいなふうに思わなかった。いやだから割とあの割と来てくださる審査員 の監督とか、まあ、去年俳優さんは初めてだったんだけど、あのやっぱり分かって来てくださってるんで、うん、まあ、そういう方じゃないと逆に呼べないので、うん、あのそういう意味では本当に、ね、去年もいい審査、うん、あのね、大友監督と磯村隼人さんは本当にいい審査員、うん、ゲスト審査員だったんで、あの、まあ、そういうところにこううまくね行き合わせて、うん、まあ、他の年もいい人、うん、あの、はい、監督なんですけど、うん、でまあね、巡り合わせもありますからね、うんうん、何をね評価してくれる、そう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 、いやそれは審査員によって変わりますからね、変わりますよね、あのほんと運だと思う。いやあのまあ昔の深田浩二の一声で賞が増えたりとかいろいろありましたから、うん、あやっぱ好きなものはやっぱあの来た以上はこだわるじゃないですか、うん、あの監督とか、うんうん、そういうこともあったん で、ちょっとある意味わかんないけど他の年だったらちょっと違う引っかかり方はしなかったかもしれないし、うん、そうですね、あのでも得てしては出会いですよね、出会いですね、うん、はい、本当に出会いってその前に会ってるからよくわかるけどね、ここも出会いですね、そうですね、そうそうそう、あのでもまあね、それでじゃあ、去年田辺が11月にあって、うん、で今年の1月くらいから準備始まったじゃないですか、うん、でもう間もなく、どうすか、いやもうすごい時間が足りないですね、毎日の、はい、うん、ちょっとね今日もこの後テアトルに行ってチラシ配りするんですけど、そうですね、これ収録の日ですけどね、これね、うん、はい、なんかえ手応えはどうですか、手応え、集客のですか、それ集客でも何でもいいです、イベントとしてのとか、いやまだ全然ちょっと想像があんまりできてなくて、やっぱあのテアトルの席を埋めるっていうのが200ですよ、200すごい、200ですよ、そうですね、まあ、いいプレッシャーですかね、うん、でもなんか一番あのいいなって思うのはやっぱ基本的に私あんまり人見知りっていうかあんまり人とコミュニケーションを取るのが、うん、まあ、得意っていうか好きじゃないのかな、わかんない、なんですか、なんかちょっと結構シャイ、昔からすごいシャイなんですよ、あ、なる、前に出ない感じ、そうですね、だからあの自分の映画を宣伝することによって、うん、なんかいろんな人とコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう、はいはい、うん、ところに立たされてるので、うん、なんかそこからなんかまた新しい出会いとか、あ、そうだよね、まあね、いいこと悪いこともありますけど、なんかそういう境地にいるっていうことがなんか面白いなと思います、まあ、あの今時の監督さんはねやっぱり前に出ないと、うん、いけないんですね、いやあの日本映画はそうですよね、やっぱり今時の監督さんはやっぱりふんぞり返ってられないですよ、うん、うん、だから役者をやればこの性格が変わるかなって思ってやったのに、そうじゃなくて監督の方がなんかこう変わっ、うん、なんて言えばいいんですか、だってやっぱり見てくださいってお前はあの俳優さんも当然あると思うんですけど、やっぱ監督の方が強烈なんじゃないですか、そうですね、うん、あの総合的にやったっていう、はい、特にインディーズ映画でもうほら自分でプロデューサーも ほとんど自分 で、ね、いや、まあ、当然いろんな人の力を借りたった上で自分で作ったものだから、うんうん、やっぱりあ座長じゃないですか、そうなんですよね、うん、ちょっと引っ張っていくっていうのがちょっとね、で4日間東京あるじゃないですか、はい、大阪1日大阪1日で東京の4日間はほぼほぼイベントはもう決まってますけど、まあまあ、ちょっとまだ言える、ただこれ配信の関係で言っちゃったら決まってること言っちゃっても大丈夫ですよ、うん、ああ本当ですか、うんうん、まあ絶対決まってます、はいはい、その時にはで行っていいのはないのか、行っていいのはないですね、まあまあ、ひっくり返る可能性がないとも限らないから、うーん、やっぱちょっと大物ゲストはみんなちょっと本当忙しいので、うん、から分かんないんだよね、そうなんか ね、うん、ね、じね、それは分かります、分かります、じゃあちょっと、はい、でも初日はみんなキャスター4人姉妹、はい、4人もう本当初日に来てほしいです、はい、初日だって
ね、そうだよね。キャスト全員揃ったことってそのないですないです。映画祭でもない。ないです。ないです。あの唯一あのこのグッズをするときに、うん、なぜか4人揃いました。それはいつですか？なんか知らないけどみんなそうあの手伝いに来てくれて。ああ。はい、これは金井選手工業みたいな。そうです。手作り？そうです。シルクスクリーンでみんなでエプロンをして、ちょっと手伝いに来てって言ったらめちゃくちゃ大変で、うん、そうなの。めっちゃ楽しかったんですけど。何枚作ったの？いやすごい何枚なんですけど、クラウドファンディングで、はい、このイラスト、このマイル券に載ってるイラストの、うん、はい、ロンティーを作ったんですよ、はいはいはい、で全部手作りなので、はいはいはい、あの4色使ってるじゃないですか、はい、だから4回すらなきゃいけないんですよ、かけるクラウドファンディングしてくれた人しかも裏もあるんで、うん、表と裏とでプラスこのグッズとトートバッグをもうすっごいいっぱい作ったので、それはあの売店で販売するんですかってやつ。はい、これは売店で販売中です。もう販売中なんですか。はい、もう販売してます。じゃあまあそれもちょっとね、元を取るにもいっぱい売れないとね。そうですね。あれでもこれが32分でさ、イベントもあるにしてもさ、はい、なんかもう一本あるんでしょ。あともう一本あります。どんな映画ですか。こちらは私の2つ目の、共同監督作品。はい。はい、藤原のぞみさんっていう女優さんと2人で撮った東京ブータン、東京ブータン、はい、短い映像作品。何分ですか。は9分です。9分、はい、どんな内容。昨日言われたのはなんかイーテレっぽいって言われたんですけど。イーテレっぽい。なんかいや全然そういうわけじゃなくて、うん、なんかこうね、言葉じゃなくて、うん、なんか映像と音楽でなんか表現したいなと思って作った作品で、全部2人で、企画演出、あと撮影も、うん、カメラ置いて戻って、あ、そういう、じゃあスタッフはあんまりいないんですか。スタッフはもう一人もいないです。あ、2人で撮った。2人で撮った作品なので、めちゃめちゃ4人姉妹撮る並みに時間かかった記憶。それはそうかもしれないですね。作品になって、ね、すごい手作り感ある作品ですね。それ監督2作目や。これ監督2作目。じゃあ東京も大阪もこの2本ですか。この2本で、この2本でやるってこと、はい、だから東京4日間で大阪1日で、これを2本でプラスイベント、プラスイベントで、4人姉妹が揃うのは東京の初日だけ、はい、うん、初日ですだけです。8月11日金曜日、祝日なのでぜひ、はい、まあ、ちゅう感じですよね。なんかこれ最後にですね、もう一押しPR してもらうんですけど、それ以外なんか告知情報とか、例えば小野さん出演情報があるとかあったらどうぞ。出演情報、あ、別に小野さんの作品とかで、なんですかね、今いいんです、舞台いいですよ、いいですよ、今新宿で新宿の、新しくできました、はい、ミラノ座という劇場のこけら落とし第3弾の、第3弾かな、はい、なんていうタイトル。少女都市からの呼び声という唐十郎さんの、お、はい、作品を今絶賛舞台中です。ぜひ8月6日までやっておりますので。8月6日だとひょっとすると、そうなんですよ、4日から始まりますもんね。そうなんです、まあ、大阪公演も、あ、じゃあその東京で8月6日まで終わった後に、はい、でそうすると多分これ配信の時は大阪行ってらっしゃるぐらい、ね、そうなんですね。なので11日、まあでも別にこれ全国で見られる、はい、あれですか、まあ、番組ですから、まあ、言っといた方がいいですね。大阪どこでやるんですか。大阪は、あ、ちょっとすごい初めてのところで難しいお名前、あ、だからそこで東大阪なんですよね。東大阪、あ、なんか東大阪、あ、チラシが、東大阪、失礼します。そうなんですよ、すごく珍しい。大阪はですね、あのですね、はい、うん、東大阪市文化創造館、ドリームハウス大ホールというところで。新しいのかしら。いや、そんなこともないはずですよ。うん、そんなこともないはずです。私も初めて見に行きましたよ、大阪公演。もうすごかったです、この作品は。本当に強烈でしたね。
あの役どころと、はいはい、あの小野百合子さんの役どころはめちゃくちゃ良かった。なるほど、少女都市から。あ、そっか、見たことあります。いや、これは知ってるけど見たことはない。あ、でも知ってる作品なんですね。いや、有名なやつでしょ。そうです、加賀城さんもだもんね。はい、あ、風間さんとか武坂さんとか、はい、あ、肥後さんも出てるんですね。そうなんですよ。あ、三宅さんとかね、あ、安田君、あ、そうか、結構ブライトに飛んだ。そうそう、そうなんです、顔ぶれですね。そっか、細川岳君も。あ、そう、じゃあちょっと、あの、もうちょっと東京は間に合わない。ありがとうございます。大阪でぜひ、じゃあ、はい、ね、大阪でぜひ。とりあえずプロモーションそんなもんで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。監督は別にこれ以外のプロモーションはない、はい、ないです。ないですか。じゃあ、あの、最後ですね、4人姉妹の見てくださいと思います。まず、小野さんから言っていただいて、その後監督にまとめていただくという感じで、どうぞ。はい、ちょっと手に持ってみましょう、これ。はい、8月11日からテアトル新宿で13、15、17日。そう、確実ですけどね、あの飛び飛びで1日ずつ。そうなんですよね。はい、はい、とシネリーブ上田、はい、9月6日です、はい、あの、なんだろう、4人姉妹を見てほしいですけど、何より大森ありさ監督の第1作目をぜひ目撃していただきたいなと思っております、はい、皆様よろしくお願いします。菊池誠改めて大森ありさ、公的な舞台に立つのは初めてぐらいになるんですね。初めてですね。はい、嬉しいです。はい、そうですね、ぜひ、4人姉妹、本当に見やすい作品だと思いますし、はいはい、あの、まあ、チラシピンクですけど、全然そんなね、ピンク好きじゃなくてもそんな宣伝じゃないだからでもね、ちょっとイメージがちょっとガーリーだなっていう。あ、ちょっとこれはガーリーですね。はい、もう全然結構男兄弟の人も結構共感してくれる方もいたりとかして、なんか、あ、それは分かります、はい、僕も3人兄弟なんで、男ばか3人です、僕。長男です。長男ですね、はい、知らなかった。長男ですねって今なんかギャグなのかダジャレなのか、まあいいや、はいはいはい、ごめんなさい。で、はい、平作品で東急ブータンも上映されますので、こちらは本当に新作初公開ですので、あの、トークイベントと、あと、いろんなことをもりもり盛りだくさんにあのしますので、ほんとお祭りのようなイベントですよ ね。だから大森さんのね、あの、なんかアドバンテージというのはね、あの、映画自体がそんなに長くないから、イベントの時間たっぷり取れる。たっぷり取ります、うん、そう、あとロビー活動もね、ロビー活動もねあるので、はい、気軽にあのお話、感想など、あとね、はい、はい、してください。グッズもいっぱい売ってるし、はい、グッズもいっぱい売ってるし、はい、あと今前売り券もですね、1000円で今発売中でございまして、テアトル新宿の窓口で買えます。そして、オンラインでも買えるようになってますので、4人姉妹公式ツイッターで、ちょっとリンク貼ってありますので、よかったらそちらからご購入お願いいたします。ご購入なんかもうひどいですね。まあ大丈夫です、意味は通じてると思うからいいです。あの、言い直さなくても大丈夫です、はいはい、お願いします。はい、ということで、あの、田辺弁慶和祭セレクション2023は8月4日からスタートなんですけど、8月11、13、15、17 と、大阪が9月6日です。ということで、この5日間上映いたしますので、はい、あの、ぜひ皆さん、テアトル新宿およびシネリーブル上田の方に足を運びいただきたいと思います。ということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。